良太さん、お着替えしてください。お着替え。うん。お着替え。長野県内に暮らす鎌正雅美さんと息子の良太さん。良太さんは自閉症の診断を受けていて、強度行動障害がある。普段は穏やかな性格の一方で。ねえ、私。ね、う、え、んうん、私、ね。 いつでも突如として起こる自傷行為大人数人がかりで止めるのがやっとだなんか頻度はなんかで不定期なんですよ規模というかねその大きさもう全く分からないですねなってみないと。 亮太という接してる時はもうずっと、気を張ってる、だと思いますね、無意識のうちに。強度行動障害とは、自傷行為など、周囲に影響を与える行動が。高い頻度で起こる状態を指す。亮太さんは、時間に強いこだわりがあり、日々の予定が少しでも狂うと、それが自傷行為につながる。正美さんは。 こうした生活に向き合い続けてきた亮太さんが小学1年の頃に綴った日記には4月の頃は毎日何回もパニックになり毎日戦争だった体が痛い。 心が折れたことは幾度となくあるんですけどやっぱりこの世からいなくなりたいなって思ったことも本当にいっぱいありましたねそんな障害のある人と家族を支える存在がある、うんうん いわゆる障害者施設だ亮太さんは平日の日中施設に通っている強度行動障害のある人を受け入れる施設は少なくようやく見つかった場所は車でおよそ1時間半のところにある施設では決まったスケジュールを過ごせるため亮太さんにとっても家族にとっても大切な時間となっている。 もう本当に買い物行くにも、市役所行くにも。もうどこに行くにも、両手を連れて行かなくちゃいけなくて。本当に。気が狂いそうになってました。私も。自分の時間も一切ないし。もう本当に。やったって感じですよね。本当に。うん、嬉しくて。施設を必要とする声が上がる一方で。 障害者施設の職員による虐待は後を絶たない。容疑者の男を乗せた車が岸和田警察署に入ります。今年4月、大阪府岸和田市にある障害者支援施設の職員4人が。入居者の男性に対し、暴行を繰り返していたとして、逮捕起訴された。さらに、この翌月には。 和歌山県の施設の女性職員が入所者の目と口をテープで塞ぎその様子をスマートフォンで撮影したことが発覚職員らによる虐待は2022年度に過去最多のおよそ1000件となり急増している障害者を守るはずの職員がなぜ虐待を繰り返すのか 私たちは障害者施設の現役職員が所属する全国の労働組合にアンケート調査を実施したそこから見えてきたのは過酷な労働環境だ人手不足で、過酷なな環境になっていい。る。給料安い支援員も疲れている。 心と体にに余裕がなければ、人に優しくなんてできるわけがない。ほとんどの職員が人手不足や労働時間の長さ賃金の安さなどを指摘こうした状況による余裕のなさが虐待につながるとする職員もいたそして虐待行為を見たり聞いたりしたことがあるかという問いに対しては。 あります施設でありました回答のあった22人のうち半数の11人が見たり聞いたりしたことがあるとしたでは障害者施設での日常とは どういったものなのかかかずしょうさん大阪府岸和田市の山大ホームで4月から働き始めた新人職員だ弟に障害があることをきっかけに志したという働き始めてまだ3ヶ月ほどだがすでに重要な戦力だ 一座ってはははははいトイレトイレいいやがるいい,もかんないな座るよう促してもなかなか座らない利用者トイレに誘導すると、ね、すんなり座った。 落ち着けへん時とか、そのよう座れへん時だったら例えばパンツに便がついてたりだとかそういうのが多くて、でおしっこやったらすんなり座ってきたっていう感じですねこの施設では主に重い知的障害のある入所者40人に対し48人の職員が勤務している人手不足で日中の活動が制限されることもある中で

外に飛び出してしてまった利用者も入所施設のため24時間勤務のシフト制職員の身体的な疲労は大きいがさらに夜勤は一人で入所者全員を見なければならないなど責任も重い。そこで 先輩職員によるサポートに重きを置き月1回の面談を行うなどフォローの体制は整っているがやりがいの一方で不安を感じていると話す人数が少ない人材不足っていうのもすごい大きく感じますしやっぱり働いててもなんでこんなに人少なくて今ここ入るの2人しかおらんやっと1人おればとか3か月しか働いてないのであんまり。 そういうことは言われたりはしないんですけどやっぱり実際は働いてるより少ないのかなっていうイメージはありますね大変さと見合ってないといいますかその一方でこの施設への入所を待つ人はおよそ130人に上る施設は今入所者を受け入れたくても受け入れられないジレンマを抱えている支援の まああの質と継続性ということについては職員の確保とともに育成とということが当然必要になってきます国の配置基準の課題であるとかあるいはその処遇改善の課題であるとかさまざまなこう課題がまあ絡んで一つのまあ虐待という事象に出ていくんだろうなというふうに思います。 長野県に住む鎌正美さん自閉症の息子亮太さんをいつか自分が支えられなくなった時のため今は通所施設ではなく安心して預けられる入所施設を探しているこの子を殺して自分もみたいな考えはあったので過去に。なのので本当にその虐待 する気持ちというかねそれは、からななくはないですだけどもやっぱり、預ける身としては、やっぱり本当に悲しいというか、やっぱり信頼して預けたいので、障害者を抱える家族と、彼らを支える施設、それぞれの悲鳴から目をそらしてはならない。